ちょっとみんな集合。どうしたんですか部長、そんな怖い顔して。どうしたもこうしたもないよ。今常務にこっぴどく送られてきたところだ。我々のチームについてご立腹だったぞ。私たちのチームの何がいけないんですか。我々のチームは他の社員たちからこう呼ばれてるそうじゃないか。チームゴリラと。まあ部長がゴリラだからそれは仕方ないことかと。私はゴリラじゃない。そして私のせいでそんな変なネーミングをつけられてるわけではない。じゃあ何なんですか。君たちの机の上に乗っているものは何ですか。部長気づきました。この顔だけゴリラの動物。ウキウキして言うんじゃないよ。さすが部長も若者の流行りに敏感になってきましたね。これは顔ゴリラって言って動物の顔だけ全部ゴリラになってるんですよ、うん。私のデスクにあるのはウサギの体で顔はゴリラ、うん、隣の席の谷口さんはヤギの体にゴリラ、うん、そして部長は人間の体にゴリラ、うん、そう来ると思った絶対。違うわ。あとあれだ、一部の社員からはしゃくれゴリラチームとも言われてるそうだぞ。さすがお目が高い。このしゃくれた動物の人形のことですね。これはしゃくれるプラネットって言っていろいろな動物の顎がしゃくれてるんです。可愛くないです。まあ確かに見てるとじわじわ笑えてくるな。これ全部ガチャガチャで今手に入るんですよ。若者たちの間でガチャガチャ流行ってるんですよ。懐かしいな、ガチャガチャがそんな流行ってんのか。いろいろなアイテムあってついつい集めたくなっちゃうんですよね。大人だから金に物を言わせていっぱいガチャガチャできるのもストレス発散になるんですよ。待て待て大月くん、そういうこと言ってんじゃないんだ。そういうお遊びグッズをこれ見よがしにデスクに飾っているから我々のチームは仕事をしていないと思われてるんだ。でもめっちゃ可愛くないですかゴリラ。このゴリラなんか愛くるしい顔で見つめてくるからすっごく気に入ってるんです。部長、ゴリラ今来てますよ。そうなのか。むしろゴリラって今本当に流行ってるから部長もキャバクラ行ったら絶対にモテますって。ほら私のゴリラあげますから。これ持ってたらお姉ちゃんにチヤホヤされること間違いなし。本当か。さすがはトレンドクイーンの大月くんだな。うほほ、頑張ってくださいね。うほほ、サンキュー。うほほふふ、ちょろいもんだなゴリラを手なずけるのも。